いいと思う。え、全然表情に出さないじゃん。面白いと思う。ってことは、ああ、編集長の考慮員がもらえれば OK だ。とうとうここまで来ましたね。まあ、とうとう来たな。観光はすぐそこだ。先輩、ありがとうございます。ん？いや、俺、今までこうやって一つのことを成し遂げたことがなくて。そうか、元足はこれが一冊目か。はい。ほら、俺って他の人より挙動が可愛らしいじゃないですか。ん？助けたくなるっていうか、おちょこちょいっていうか、愛嬌があるっていうか。あの、一生懸命いいように言おうとしてるけど、要するにお前ってさ、落ちこぼれだよな。言いやがったー。いや、元橋くん、いや、気づいてたよ。だってここまで来るのめちゃくちゃ大変だったもんね。すいませんでした。修正データ消失事件。すいません。デッドライン間違えて伝え事件。すいません。俺の家の鍵なくし事件。すいません。俺のおにぎり食べちゃった事件。すいません。まあ、いろんなミスを乗り越えてやっとここまで来たんだよ。先輩、俺今までどの部署に行ってもずっとお荷物扱いだったんです。でも先輩だけは俺のことを見捨てないでいてくれました。いいか、よく聞け元足。お前は落ちこぼれなんかじゃない。え？お前はどこでもお荷物扱いだと言ったな。その結果ここにやってきたと。はい。今までそういう奴らが俺のところにたくさんやってきた。だがみんな仕事をやり遂げる前に去っていった。どうしてですか？葵先輩にはついていけないだそうだ。確かに葵先輩って変ですもんね。俺分かります。葵先輩って変です。だって俺友達になりたくないですもん。笑いのツボが変っていうか、味覚が変だし、趣味も変だし。いや、変変言うなよ。俺の趣味のどこが変なんだよ。マヨネーズの蓋集めることって変ですよ。は？ちょ、バカ、お前これ見ろよ、お前これ。可愛いだろこれ。ほら、こんな可愛いんだぞ。赤かったり白かったり。いやいや、分かってる。だって俺友達いないもんな。先輩、俺の友達は昔から本だった。俺はいつも一人で本を読んでいた。それを頭の中でイメージするんだよ。するとな、キャラクターが俺の前に現れて話しかけてくれる気がして、だから一人でも平気だったんだ。わかる気がします。わかるか元橋。ってことはお前も友達がいなかったんだな。あ、いや、俺めちゃくちゃ友達いますよ。毎週俺の家に集まって地元のやつらとパーティーしてますもん。男友達だけだよな。女もめっちゃいますよ。俺ね、どっちでも仲良くなれちゃうタイプなんです。裏切り者！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 ちょっと先輩、大丈夫ですか？陽キャが編集者なんかやってんじゃねえ！いいでしょ別に。さあ、俺はさ、俺はさ、はい、俺みたいに友達いないやつがさ、家で一人で本読んでさ、でそいつが俺みたいにキャラクター想像してさ、で笑ってさ、で次の巻楽しみにして生きていく。そのために本作ってんだ。お前何のために本作ってんだよ。あの、楽しさを共有するためにです。なんつーまぶし理由だよ。先輩、でもこの一冊は先輩とだからできたんだって俺は思ってます。もちろん作家さんがいて、編集者の方がいて、たくさんの方の支えがあってっていうのは分かってます。でもこの一冊は先輩とだからできたんだって思ってます。よくここまでついてこれたな。褒めてやるよ。ありがとうございます。編集長にそれ渡したら飲みんでも行くか。はい。よし、行くぞ。はい。おあ、ちょっとすいません。どうぞ。もしもし、翔太。うん。ん？今日、どれいんの？マミッペとモンちゃん。ああ、うわ、ダーツ
ああ俺は大事な用事があるから俺はパスで。うん、じゃあまた。こんな時に使用の電話出んなよ。すいません。よし、じゃあ行きますか。